でもよ、結構長風呂したりするんだけれど、長風呂してしまうのは、そのスマホをいじったりする人もおると思うからさ、そうわかると思うんだけど、まあ、気づいたら3、40分入っておるわけ。で、よさ、何回もこれやってしまうんだけど、だいたい風呂の温度40、いくつかな？いくつぐらいかな？まあ、42とか、41とか？まあ、そんぐらいに入っておるんだけど、でもまあ、そんなに、めちゃめちゃ熱くない温度で40分ぐらい入ってしまうから、まあ、のぼせるわけなんだよ。要は割と結構のぼせるの早いタイプかな。そう、結構のぼせるから、風呂出た瞬間さ、貧血みたいになってしまうの。頭クラクラするの。それのぼせるっていうのかな。のぼ、そう、クラクラして、呼吸できない。呼吸が、苦しくなるんだよ。気持ち悪くなっちゃうんだよな。そう、本当に良くないんだけど、そう、それは結構やりがちだから、ちょっと危ないんだよな。 いや、毎回ではないぞ。毎回ではないけど、3回に1回ぐらいはやるかな。 4回に1回かな。 4回に1回かな。4回に1回死にかけてるじゃん。 確かに命がけでよ、風呂入っておるからな、それに関しては。